おはようちゃん。これ大丈夫なの？これどんどん狭くなってきたけど、やばいよこれ。これ国道じゃないでしょこれ。やばいよ、今日のとこ完全にやばいよ。あ、長野いるよ。ね、長野。いやーこれ本当にずっと道なりなんだよね。不安しかない。よいしょ。ほら、あ、電車すぐそこにいるじゃん。よし、これ完全にヤバいやつだからね今日。覚悟するよ。スキー場だからさ、雪あるんじゃないの？でもね、もうあとから10キロないぐらい。いや、やばいな。よいしょ。ららららら。よいしょ。あ、ごめん。ちょっと行かして。止まったら発進できない。重い。よいしょ。これ雪降ったら完全にアウトでしょ、これこの坂。完全にアウトのやつだよ。よいしょ。あ、やばい。あと5キロぐらい。よいしょ。よいしょ。あの辺かな、あの辺。ね。わかんない。あの辺かな。わかんない。よいしょ。あ、広くなった。よかったー。よいしょ。ほら、なんかスキー場とかの看板いっぱい出てきて、よいしょ。死ぬほど登んないんだけど、どうしてくれよ。よいしょ。燃費が悪いね。あ、また後ろ車来ちゃった。ごめんね。もうしばらくダメだね。
から。ちょっと待ってるね。大迷惑。帰りはね、空っぽだからね、左だしね。油屋さんがあって、そこ右なんだよね。あ、もうすぐだな。よし。坂きついね。この下りだ。そろそろだな。そろそろだね。あの辺かな。あ、これだ。だよ。よし。大丈夫これ。よし。よいしょ。やばいよこれ。なんかしてこれバスもさ来るらしくてさ、この先バス来たら完全アウトだよね。どうすんの。ほんとあれをカーブ曲がって右なんだよね。大丈夫かな。やばい。なんか Google マップで見た感じすげえ狭かったんだけどさ、ほら、よいしょ、これだね。右ってかこれ道なりか。よいしょ。やばい、雪国だね、完全に。完全に雪国だよ。雪じゃなくてよかったねこれ。雪だったら死んでるよこれ。あー、なんかほらもうヤバそうな雰囲気になってきたよこれ。よいしょ。止まれないよこれ。
まったら発進できなくなるよ。よし。よし。多分みんなもうすぐ左行くでしょ。大丈夫大丈夫。これまっすぐ行くから。よし。バス来ないよね。大丈夫。ずっとアクセルベタ踏みだよ。よし、うん、あ、なんかこれホイール屋さんね。違う、趣味かで、これも通り越してほら、みんな左行った。で、ヘアピンカーブ行くらしいんだけど、本当に大丈夫かしら。不安しかないんだけど。よいしょ。これか。あ、なんだ、全然広いじゃん。こうやって全然広いけど、バス来ないよね。よいしょ。あ、よかったよ。全然広かった。よいしょ。よし。あ、これもう着くかな。で、あともうね、登り切ったらもうすぐ分かるって言ってたね。まだこれバス来たらやばいね。じゃあダメだ、もうお腹すいたからもう終わりね。終わり。じゃあ後でね。この辺だね。あ、もうやばい、モザイクするよ。モザイクするから終わり。しそしたらね、そのクレーンのところにバックしてたって。悪いのなんか、やりにくいか。よいしょ。そしたら、ちょっと待ってね、どういう風にバックすればいいんだろう。どこに向けてバックするんですか。下手がだいぶ一泊あたりがあるので、ここをギリギリにバックしてほしいんですけど。この反対向きで。そうですね。ケツを。この線に収まるぐらいでってことですか。ああ、了解です。ああ、わかりました。ちょっとぐるっと回ります。よし。
入るんじゃな。中身が中身がとりあえず持つ使いの方に置いてるのもっとあれだし、あーとりあえず一回どうですか、なんかどういう文字になってるじゃん。なんかこうなってる、こうなってれば進歩減らねえや、多分あれドラムの時にあるから、うん、ちょっと一回終わり、お疲れちゃん。今なんかね、軽井沢通り越してさ、あ、待って、これ見えるかな、ダメだ、見えないか、すぐそこ軽井沢通り過ぎたとこ、これ何、薄いバイパスっていうの、濃いバイパス、わかんない、薄いバイパス、薄いのかな、ちょっと430だけど、ダメ、眠くて、ぼーっとしたから寝よう。だからね、ちょっと寝る。ダメ、眠い。なんか、動画さっきほら、朝、ちょろっと撮ったけど、それは、まあ、ちょっと寝よう。あとで、次の430でさ、ブジョンってくっつけて。あ、そうか。だから今日もわかんない。動画出るの8時とかなるかもしんないけど、よろしくちゃん。さっきおにぎり食べながら走ったから。じゃあまた後で、アディオス。後でつけ、これで最後かもしんない。そしたらここに、ピチョーンってボーナストラックってつけるからね。いつもか。だからもうこれ以上喋ると、目が腫れて、前見えなくなるから、もう寝るからね、知らないからね。元からか。終わり。お疲れちゃん。無事長野から帰ってきたよ。よいしょ。よいしょ。今もう8時近い。今もう急いで動画、もうピチョンってくっつけてさ、出すから。ちょっと待っててね。よいしょ。明日はもうこのコンテナ、ね、ボコーンって返却して、それからスタートだね。よいしょ。とりあえずもうね、ご飯食べるから眠いから終わり。お疲れちゃん。司会室、ちょっと待ってね。お疲れちゃん。